俺には誰も助けられないと思うんだ。誰も。我々はセフィロスが残した影響の調査を始めた。クラウドに病気なの？戦う気なんかないんだ。セイコンは体内に救った異物を排除するシステムの過剰な働きが原因だし。母さんはどこだ？兄さんが隠してるんだろう。母さんの力が必要なんだよ。リユニオンにはどうしても。死がみんなの邪魔をして僕たちの成長を止めてしまおうとしている。家族で力を合わせて星に仕返しするんだ。来ちゃったね。自分が壊れそうなのにね。子供たちを迎えに来た。残念だけど裏切り者なんだ。その気になれば再びセフィロスを作り出すことができる。じゃあそろそろ終わりにしよう。昔のあんたと同じだ。